はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年の8月ですね。とりあえず16連敗中ではあるんですけれども、16連敗してる割には、まあ、38ゲーム差と、まあ、頑張っているんじゃないでしょうかといったところですね。まあ1年目とかに比べれば全然いい感じで進んではきてるので、まあ、このままね、上向きの方向で進んでいければなと思ってます。まあ、まずは練習強化をしましょう。で、これ練習強化するとちょっと黒くなるみたいな。あ、なるほどね。確かにちょっと枠が灰色っぽくなってますね。この時は使えないと。なるほど、それで判断すればいいのか。 OK。 まあ、サクセスチームか。てかこの投手誰？多分どっかから来たんだな。あ、投手っていうか木どころか。多分先発はゆずちゃんですね。他の人たちが結構調子がいいですね。相手は鋼か。鋼もね、勝ちを稼いできてますからね。まあ、サクセスチームに、まあ、普通に勝てるようになってこないと、もう優勝は狙えないんで。ブルースタジアムです。高校チーム対。三回の表。三失点。攻撃に入ります。バッター、覚醒した男、ローズ、投げました。なんかうちのチーム覚醒した男が多くなりそうだな。みんな覚醒してるじゃんみたいな。今何人覚醒してる？バッター追い込まれました。その手動で覚醒したのも合わせると多分5人くらいは覚醒してますよね。おお、三球三振か。栄養にやられてしまいました。鋼もね、スタミナが半端ないですからね。おお、マシンで捉えたけど、ちょっと上叩いちゃったのかな。もうちょっと下だったら多分ホームランはいったと思うんですけど。投げた、見送ってストライク。そうか、シラ、あとは守備要員か。パワー G、 走力 G、カウントはワンボール、ミートイーってことは調子がいいけど、ノリノリになるとどこまでね強化されるかですよね。投げた、流し打ち、いいね。おお、すげえ、マジで流し打ちだ。いいバッティングを見せました。バッター覚醒した男、出た、また覚醒した男。第9、投げた、カーブ見送ってストライク。カーブも5か。第2球、アウトロー際どい球、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。追い込まれて三振のとこが。次は4球目、投げました。お、いいね、いいね、いいね。これもライト前、ライト前。ボールは中継。カリン、ナイスバッティングです。さあ、ここから赤木。第1安打。第1球、投げました。1球見て。見送ってストライク。まずは見送りました。そうか、歯がね、タイピン持ってんのか。ストレートはストライク。バッター追い込まれました。タイピン持ってるとやっぱだいぶ違いますからね。おお、これも3球三振か。やられたな。最後は伸びのあるストレート。おお、そうだよな。キャッチャーもスースーだからね。大谷がすごいっすね、やっぱり。大谷が3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは一発病持ちか。ちょっと怖いな。あと5本としています。第1打席はこのミートウェイパワー S。しかもさ、パワーヒー広角持ちでアベレージヒッター持ちっていうね、超怖いっすよね。あれってか、なんで滝本初球なんて持ってたっけ。初球ついたのか、ペナント中に多分。え、確かにこれだけの能力があればさ、初球から振ってけるからね。おお、ナックルいいね。さすがの滝本といえども、ゲタもちょっとさ、本当嫌なんだけどこのチーム。才賀とかさ、どうせショートとかまた友沢が出てくるんでしょ。いや、マジ強えわ。ちょっとボール、ストライク。あ、これは怖いよ。いったか、ギリギリいったな。ナックルだからね、やっぱり捉えられると持ってかれますね。4対0。バッターは6番ミト。まあ、ちーちゃんはね、そんなにパワーがないんでいいんですけど、まあ、それでもねアベレージヒッター持ってるんで、
パワフル追う展開で迎える4回です。さてここからノーアウトランナー2塁という場面で山田シンカーをいいところに決めてくる。第2球高速シンカーか。ボール球カウントは2ボールノーストライクです。第3球を、まあ、でも高め150キロ出ないっていうのがあれか。これでワンアウト攻めてものか。2塁変わりません。頼むぞ玉三郎。第1球打ちました。強振にしてたのに突然ミートにしだしたな。初球ファールから第2球ボール。そういう揺さぶりか。第3球を投げた。ヒットすればな。打ちました。おお、いいねいいね。破った。こういう場面だとどうなんだろうね。4点差がついてるからね。犠牲フライで1点っていうよりはもうちょっと普通に打ってもらって点を取りに行った方が良さそうだけど。アウトローへストライク。第3球を投げました。低め際どい。全く同じコースだな。第4球を投げました。これは出る。あー出なかったか。高速シンカーだからか。曲がりがちょっと少ないですね。投げました。おお、打ちました。痛烈。そうだよそうだよ。こういうのだよ。これで1点差。まあピッチャーがねあとちょっと踏ん張れるかっていうところがありますからね。このチームに関してはその打たれる面でも向こうが打ってくる面でもチャンス F か。高橋圭はいやこれは逆転できそうな逆転できそうな感じだけど。第3球はシラアットが総力 G か。帰ってくるのがちょっと大変だな。第4球を投げた。まっすぐ見送ってストライク。第5球これはいいよ。打ちました。切れない。よし、いやー走れないか。スクメもねレーザービーム持ってるからね。いやこれで生還できないか。いい返球だ。いつもつくもは肩 B ですからね。これで A あると相当怖いよな。サードライナー、あーこれ上げちゃったか。このチャンスはなんとかものにしたい。玉三郎頼むぞ。第9投げた。全力ストレート145キロ。第2球これは入ってくるか。やっぱりな。第3球これはうーやられた。完全にやられたな。いや惜しかったね。ゲームは後半に入ります。チャンスはこの回の先頭バッターはノーマル。ここまで2三振というところがありません。ボール、まずは低め。ちょっと6回はあれなのでこれでピッチャーにうまく回せば。まだか。ほい。ツーアウトランナー一塁っていうかチャンスか。今日はここまで3打数1安打1三振。チャンス G だからね。第2球 F とかじゃなくて空振り。タイミング合いません。パワー C でチャンスが G だと高速進化 D あたりまで下がっちゃうのかな。さらに三振がつくからね。投げました。ストレートはボール。三振後でもフルカウントになれば消えるから。あでもこれはおーいいね。とりあえずつないでくれた。さあ攻め立てろ。鋼をここでノックアウトさせるんだっていうかさ、鋼ノックアウトしたところでピッチャー陣すげえからな。まだカウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。これはおー入ってくるか。満塁まではね押せなくていい。うわボール球打ったフラフラッと上がった。でも高速シンカーだから入ってたかな。ちょっと分かんないな。このまま来るか。ピッチャーもなー頑張ってはくれてんだけどな。てか6回のピッチングを見てないし。投球これから2球目。おお合わせたね。あでも友澤おお頭上を越えたか。カリンナイスバッティングです。バントをしてきたね。さてチャンスまで持っていけるか。持っていけなかった。12アンダーしたけど結局チャンスをものにできなかったな。
うだよな、このサイガのなソロホームランも痛かったよな。ローズが5号、ゆずちゃんが6敗目か。ただまあなかなかいい試合ではありましたね。じゃあ今日は柳瀬くん、英国紳士が DH と、山田くんがファースト、まあ調子優先ですね。久方死んでたな、完全に打ち崩したか。柳瀬くん2勝目、ジェフがセーブか。7対4、いいねいいね。お、これで連敗脱出か、脱出か。学校に戻ってきて、太田くん、まあいつもの感じのオーダーですね。ノーマルくん本当なんかいろんなとこ守れんな。太田が8敗目、お、負けたとなんで走塁が上がってんの。超謎なんだけど。どういうこと。マジで理由がわからん。あ、てかなんだ、めっちゃ上がってんな、守備力が3上がってるよ。え、なんで、え、覚醒とか別に、え、負け担当選手の特集です。大怪我を乗り越えて目覚ましい活躍を見せています。アキレス腱断裂したのが戻ったのか、そういうこと。そんなこともありえんだね。っていうか調子すげえな。野手陣の調子が素晴らしい。今日は山田くんが DH に入ってるか。おお、宮内くん、宮内くん勝つね。かりんちゃんも打ってくれてるし、本塁打による得点だけで勝利。おうおうおう、ジェフ手術2週間か、結構長いな。2週間の離脱はさすがにちょっと長いんで、ジェフは下げましょう。田中のスタミナ G って6。6はな、さすがにちょっとな、任せられないからな。まあ、調子からいってフルサイボーグを投入しますか。あとはまあちょっと調子はみんな戻りつつあるかな。一時期ボロボロでしたからね。さて、じゃあ今日もやっていきましょう。吉田くんと、英国紳士が DH。 なんかここら辺のオーダーってどうなってんだ。英国紳士が DH だったり、山田くんが DH だったり。野球玉三郎打ちますね。もう3号が出てるか。で、延長になって曽根くんが打たれた感じか。お、いろんな人が上がってる。で、移動日と。おお、いい。まあ、お金はね、別に足りてるんで。ちょっと買いましょう。守備連だっけ。あ、メガホンも買おう。メガホンは買っておいて損はないから。あと、ここら辺ですよね。もう人のやつは、結局調子が下がるんで、調子が上がるけど調子が下がるんで、フルサイボーグ、赤木、松田。てか、フルサイボーグって、絶好調じゃなかったっけ？絶好調一瞬で終わったのかな？もう高校生とかはね、どうでもいいからね。お、そうか。ここでオールスターが来るのか。8月の9、ほとんど1ヶ月くらい遅れてんな。第1戦と第2戦。今日と明日ですね。てか、誰か出てるうち。お、英国紳士。英国紳士 DH で出てるじゃん。打て。打たないか。怒り守る負けましたね。てか、6-0、ヒット2本。ヒット2本しか打てなかったんだ。
スタミナが上がって、カズマンはミート F になったけど、やっぱ E は欲しいんで、もう少し上げときますか。赤木、守備力だいぶ高いけど、まだ上げてるんだっけ。今日は、特にいないかな。まあ、うちのチームは全然出てないですかね。パピオン打つね。ってか、今日は、打ったな。中田、滝本、パピオン。山田くんパワー、そう B までね持ってきたいんですよね。で移動日か、結構移動日が続きますね。あれ近所コントロールが B になってるけど、近所ってもうコントロールくらいしか上げるのないんだっけ。ちょっと見てみましょう。そうだな、もうねフォークは確か上がらないはずなんですよね。でさすがにね抑えだからスタミナはね D やればいいと思うんですよね。で球速も153あるんで、まコントロール抜群の選手でいきますか。さあ次の日、宮内も球速が141か。なんかもうマジで把握できなくなってきてんな。宮内くん、宮内くん。あー、宮内くん、すさまじいね。これ、シュート上げらんないかな。シュート3にしたいな。変化球強化。いや、まずはシュートだな。ちょっと1っていうよりは。33だな、33。今日からシーズン後半戦ってようやくか。え、まだそんなに残ってる？だってもう8月14だよ。ようやく後半戦か。先は長いな。先発のタッキーリが若干調子が悪いけど、勝てなかったか。うわ、ファンが1000人も減った。ノーマルちゃんのパワーが上がって、ソフトバンク戦、ソフトバンク戦の最終戦はちょっとやりますか。ニコガミが負けたな。あー、3対2か。柳田に打たれてますね。おお、もうちょっとカリンちゃんこれ下がる一方だな。先発は柳瀬くんと。でもな、カリンちゃん、まあ、パワーはね、あるっちゃあるからね、まだ。これが D とかになってくると厳しいっすよね。で、英国紳士が、ファーストで出てて、コチアが DH か。どうなんだろうな。捕手をな、ちょっと、コチアにしてもいい気がするけど、まあ、とりあえずこのまま行きますか。調子もみんな良さそうなんで。まあ、やっぱりね、球界の頭脳があるのはだいぶ違いますよね。パワフル対福岡ソフトバンクホークス12回戦の模様を。てかさ、この実況っていうか、その堂前さんの実況なんだけどさ、これ放送室から実況してんのかな。ちょっと放送室借りてもいいですかみたいな。パワフル先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で高橋、この後に控えているのは栄心。いやー、いい感じだな。初回からバッター追い込まれました。これを打ってくれれば第3球をいい形なんだけど、よし、よく見た。ボール、カウントは1ボール2ストライクです。武田もな、すげえピッチャーだよな。ボール、カウントは2ボール2ストライク。このくらいのな、ピッチャー1人欲しいよな、1人。バッターは4番エイシン。ま、でもここで一発ぶち込んでくれれば一気に2点になるから。投球これから2球目。すごい慎重に攻めてくるね。第3球を、あ、これ、あ、でもナックルカーブか。投球これから4球目。ああ、空振り三振。外だったな。1回が終了しまして、パワフル同じく立ち上がりは得点ならず。7番
パワフル先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で初球を送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。三塁にどうしても進めないな。送りバントに終わりました。パワフルなおもチャンスが続きます。ちょチャンスでいいか。第9投げました。完全に外れたボール。まあいいあれば2球目ストライク。学校なら持っていけるはずだ。投げました。てか学校だったらさ、当たりが良ければさ、ミートでもなんか持ってけそうな気がするんだけど。お、いいねいいね、頭上を越えて、よし走れるか。よし、とりあえず1点先制。さあここから犠牲フライで1点通過するのが理想的な形だけど。さあ追加点のチャンスにバッター新井。いいよ打ち上げて、いいよ打ち上げて。よし、Vスライダーもよく見たな。Vスライダーすげえよな。これは打ちづらいわ。カウントは2ボールノーストライク。タイピン持ちか。投げました。ちょっと振り遅れたね。タイミング合いません。とりあえずね、上げてくれればもう。あ、ちょっと待って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 、ゲッツーんだぞ俺。2塁フォースアウト。やってしまったな。2回が終了。まあでもとりあえず1点。ホークス、この回の攻撃はゴーヤーセ君が抑えてくれれば。てかスプリット6 投げた。6になるとやっぱめちゃくちゃ落ちるね、スプリットでも。第2球好調だから、まあ実質7あるってことか。スプリットはボール低め、これはわずかに外れています。あとはうまくコントロールを2ボールノーストライクです。定めてくれればいいんだけど。スプリット空振り、タイミング合いません。ってことは球速150くらいまでは持ってきたい気もするな。投げた。あ、これでも打ちました。センター大丈夫だよな。よしよしよし。これでワンアウト、ランナーはありません。スタミナが若干ないのか。スタミナ C は欲しいな、やっぱり先に。初球打ちました。ちょっと英国紳士の守備がざるすぎるんだけど。めっちゃくちゃ動きが鈍かったな。走られるぞこれ。おお、ナイスナイス。タッチはセーフ。第9投げた、外れたボール。スプリットで攻めてくるね、やっぱり。投げました。スプリット見送ってストライク。第3球を走ってきたね。走った、外れた。キャッチャー二塁送球間に合うか。ランナーを二塁に進めてしまいます。どうしてもな。セカンドランナーちらっと見た。インハイへ変化球。ちょっとここは隠しましょう。1点取られてるし。パワフル勝ち越しのチャンス。しかしここで高橋。ランナー二塁という場面で高橋。ネクストバッターサークルには栄進。第2球。英国紳士につないでくれれば。頼む。投球は3球目。一気に追い込まれてるけど。見送ってボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げました。打った、流し打ち。いいね。打球はレフトの左へ。おお、走ってくんじゃんこれ。二塁ランナー三塁回ってホームに。いやー、いい形だ。ランナー二塁でストップ。高橋タイムリーツーベースヒット。パワフル。さすがに足速いね、高橋系は。まずは二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。ここで一発が出れば。投げました。インコース低め。クリカーブはね、打つの難しいよね。5だしね。投げました。打ちました。これは上がってしまったか。ファースト落下点に入りました。ファウルグラウンドキャッチしています。あ、玉三郎もね、期待はできるからね、これ。投げた。外側決まってストライク。まずは見送りました。手法は結構いい感じだな、うちの。投げた。縦のスライダー。ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。際どい、めっちゃ際どい。追い込んでから投げた。ちょっとか。ボール。これは完全なボール球。カウンター2ボール2ストライク。あ、これはさすがだね、見逃さない。一直線。入った入った、ホームラン。第4号。第4号。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で、超チャンスだね。チャンス B の力を。ボール。まずはインコース低め。ローズの足は D か。ボール。はっきりしたボール球。球場がね狭いからね、外野に持ってったとしても。投げました。本塁まで突っ込めるかどうかっていうところが第4球をなかなか投げました。すげえな、逃さないね。入った入った、ホームラン。でさ、こんだけさ学校にさ打ち込まれたらさ学校ボロボロになるんじゃねえか。いや今日は解消かなと思ったけどさ、ちょっと点取られてるかな。点はねもういくらでも取っておいてもいいからね。これは完全なボール球。英国紳士がちょっと活躍できてないところが。第3球を、これは入ってくるかな。入ってきたね。バッター追い込まれました。うん、どうだ入ってないか。次は4球目、投げました。うわー、振らされたか。空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。さあ好調な玉三郎くん。ボール。第2球、あれね、振ってくれれば。
第3球は危ない球、高橋圭だからな、これ帰ってこれそうな気はするんだよね。外野まで持っていければ、あー高めのストレート、チャンスボールではあったけど、おフォーボールか。ここはよく見ました。ここまで2安打のローズ第9、絶好調男、おいいね、さすがだ。レフトバックホーム、パズル1点入りました。8対3。いや今日はもうもらったでしょ、これ第9投げた、決まってストライク。まだワンアウトだからな、まだまだ追加点を取れそうだけど。第3球を投げました。外へ逃げるスライダー、空振り三振、赤木三球三振。今日めっちゃ乗ってんなこいつ。投げました。初球空振り。こうアバンストラッシュの構えから。ストライク。てかさ、アバンストラッシュのさ構えしてる人なんているの？空振り三振。プロ野球選手で。ああめっちゃ点取られてんね。怖いな。なんで負け担当が来てんの？先頭バッターは牧原、今日はここまで3打数2安打、見送ってストライク。第2球、全然負け担当の場面じゃないんだけど、打った、交代、これは取れないか。いやー6点取られてんのか、不安だな。バッターは蘇った男本田。蘇った男って何？あいつも怪我したの。なんとか抑えて、パワフル追加点のチャンスです。追加点を取って、ワンアウトランナー一塁二塁という場面でコチヤ、今日4打点を挙げています。すげえな。さらに打点を挙げそうだな。打って、よし、ナイス。ピッチャー返し、ライナー、センター前、これはちょっと無理かな。もう犠牲フライでいいよ、犠牲フライで。見せました。パワフル、なおもチャンスが続いています。おお、際どい。まずは見送りました。第2球、これもインサイド決まってストライク。第3球を投げた。よし、よく見た、よく見た。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた。おお、際どいね。バッターよく見ました。カウント2ボール2ストライクです。これは危ない球。なんだかんだでフルカウントから第6球を投げた。打った。どうだ、浅いか。ライト前進してくれ。これは無理か。からホームへ向かう。いやー、学校はちょっとね、浅いよね、やっぱり。第9。初球決まってストライク。今のサークルチェンジとかもね、もう振っちゃってもよかった気はするんだけど、このカットボールを振らされるか。投球は3球目、投げた。アウトコース低め、ここでのね、三振チャンス G っていうのが響いてきてるけど、まあ1球1球大切に。さあ5球目、これだ、打て。打ちました。松田叩いたか。サードから2塁送球、2塁アウト、3アウトチェンジ。お送りしております。てかめっちゃチャンスになるな。ワンアウトランナー二塁という場面でロマンあふれる長距離砲エイシン。そうだよな、パワフル一本打ってダメ押していきたい。が本当に活躍してれれば全く文句ないんだけど。第3球、よし、とりあえず抜けた、つないで中継、三塁でストップ。エイシンナイスバッティングです。パワフルなおもチャンスが続きます。野球球ジャブでよく見てるね。少し迷ったか。1球目空振りから第2球、一気に追い込まれたな。早くも追い込まれています。投球は3球目、しかし向こうはスタミナ切れだ。危ない球、失投を逃すなよ、失投を。第4球を投げました。おお、乗ってるね。入った入った。これ学校のさ窓ガラス何枚割られるんだ。今日これが2本目のホームラン。いや今日は絶対大丈夫でしょう。バッターは恐怖の核弾頭柳田、投げました。もうやっぱかっこいいね、相変わらずこの魔球超怖えわ。マジ打たれそう。投げました。ストライク、タイミング合いません。スタミナがもうないってことは8回から投げてんのか。投げた。うおー、引っ張った。怖え、マジ怖い。これちょっともう次変えてもらいたいけどな。投げた。帰ろうもう。打球はそのまま伸びていく。ライトを見上げた。ジャックスが出てきたね。バッター普通の男松田第9。まあでもワンアウト取れてないとはいえ、5点差あればさすがに大丈夫でしょう。第2球投げた。まあ、まずはアウトを一つ取っていこう。1球外します。投げた。もうナックルかな。どうしてもカウントは2ボール1ストライク。低めに集めるとな、入らないよな。見送ってボール、カウントは3ボール1ストライク。
投げました。よしよしよし、ナイス。最後は何で決める？ストレートで押すか。狙われたな。痛烈な当たり。クリーンヒット。いや、ジャックス信じるよ、もうあとは。いいバッティングを見せました。松田、これで今シーズン8度目の猛打賞となります。頼むぞ。1点。まあ、しょうがない。そうか。1点は打たれた1点か。さあ、本日のヒーローは2名。山村うさぎさ、あれだけ見ると、なんでヒーローなのっていう感じだけど、まあリリーフが良かったのか、あそこまで頑張ったってことっすね。で、玉三郎は今日は確かにめっちゃ頑張ったな。今日みんな頑張ってんね。英国紳士もなんだかんだで打ったんだ。あの1点ポコって入ったの、英国紳士のソロホームランか。おお、ノリノリではなくなった。アイテム何持ってたっけ。補給強化、あ、これを、玉三郎に使いますか。12 さあ、また練習をしていきましょう。先発は太田くん。おお、石川がもう6勝目か。西野さんもな、28セーブ。悪くない試合なんだけどな。もうちょいな、ここら辺が取れれば。宮内くん。勝てないね。おお、山村うさぎが一発でなくなった。キーリがタイピン C になったね。あれ、タッキーリってタイピン上げてたんだっけ。なんかここら辺がよくわかんなくなったな。うさぎちゃんの一発がなくなったかな。どうすっかな。あと何あるんだっけ。いろいろあるな。何消せる。あ、特にもう、あ、そうか、怪我しにくさは今別の人がやってんのか。じゃあスタミナ D まで持ってくか。矢印めっちゃでかいしね。で、タッキーリは、まあ、とりあえずタイピングが C になったから、変幻自在がな、どうしてもな。コントロールを上げますか。制球練習と。で、負け担当はちょっと怪我しにくさ、もう少し上げときたいからな。あと一発病あるやつだな。一発病あるやつ結構いそうな気がするんだけど、そうでもない。ジェフはまだもう少しあるだな。そうだよな、こいつはやっぱりまずスタミナ上げとかないとね。ティータなんか一発はないんだ。別にイソッチも一発はないし、一発あるやつ意外にいないな。意外にいそうだったけど意外にいないっていう。あー、ゆずちゃんか。ゆずちゃんの一発外そう。ちょっと球速遅いのが気になるけど、一発を削除して、タイピンだな。あとタイピン、タイピンは結構みんな消してきてるんだっけな。そうすると中継ぎあたりにちょっとタイピンをつけて登板したときに大丈夫なような感じにするか。そうするとイソッチがタイピンも C あるから、あ、先発もやってるし、よし、イソッチ、あ、そうか、でもイソッチあれか、変化球を上げたいんだよね。変化球を上げたいんだよ。近所とかってどうなってんだ。タイピン D か。あげよう。タイピンをあげよう。よし。これでちょっと打たれたとしても大丈夫なように持っていけるな。40ゲーム差か。あれ
増田さんってさ、なんてリリーフに回ってんの今。抑えな感じがしたけど、西野さんがいるからか。出たー負け担当こいつさ、何日間怪我してんの ?1 年につき。あれや、負け担当急速下がっちゃったよ。2キロも。肘痛だからか。やっぱり怪我怖いね。先発はタッキーリ。友沢とパピオンか。そらまあ打たれるよな。おっと、ちょっと待て、タッキーリがスランプになった。これはちょっと変えざるを得ないな。あれ、タッキーリってピッチャーだっけおお、ちょっとこれはさすがにまずいね。どうすっかな。シノンはな、威圧感ついてるけど先発で威圧感ついてんのか。キコを出すか。まあ、スタミナが C あるんで、ちょっとキコと変えましょう。こっちはちょっともう2軍でロックだな。申し訳ないけど。ジェフはまあもともと出てこれないんで。あ、負け担当、そうだ、怪我したんだ。肘痛だ、肘痛。そうすると、田中のな、スタミナ G っていうのがめっちゃ気になるからな。調子がよろしくないけど、粉砕心は抑えか。抑えが多いな。みゆちゃんを入れますか。よし、OK。さあ、頑張ってくれ。ちょっと怪我に泣かされてるけど。ゆずちゃんの調子が絶好調。勝てるか。勝てないあれ、ちーちゃんって結構打ってるね。11号も打ってんだ。なかなかいい勝負だったけどね。まあ、5連敗メガホンはね、全然作っていいんで。コントロールが上がって、パワーが、森田くんパワーだいぶあるな。ちょっとまずは5連敗メガホンを作って、練習で野手、森田くん。アーチストか。そうか、アーチストだからパワー上げてたのか。確かに。パワー B まで持ってく。ミートは D あれば大丈夫でしょう。このままサクセスチームと戦っていきましょう。勝てる気がしないけど山口15勝か。よしよしよし。てかさ、フルサイボーグの調子がなんでこんないっぱい上がるの。あ、ジェフが復活したね。先発は太田くんと。1勝10敗。あれ、今どんな感じ。7連敗か。なんだかんだでなんだかんだでだいぶゲーム差つきそうだな。マジック29だし、もう。そしてフルサイボーグ、お前9回裏打たれてんじゃねえかよ。聞こう、頼む。いっぱいか。おお、マジか、英国紳士。脇腹痛ってなんだお前なんか悪いもんでも食ったか。まあ夏だからね、ちょっと食あたりには気をつけないと。お、調子がいいね、野手陣の。
ても勝てないと。いや3対2とかね、いい感じでは進んでるんだけど、先発は柳瀬くん勝てないか。これで10連敗くらい今。おお、腹痛から復帰したね。そうすると8月は今日が最終試合か。ま、頑張ってもらいましょう。うおー、ちょっと太田くん絶不調はね、さすがにねまずいと思うんだよね。どうするこれ。校長の機構出すか。そもそも太田くんスタミナ溜まりきってないしね。まあ緊急登板にはなっちゃうけど、これはしょうがないよな。ちょっと出だしからして不安要素があるな。福岡ヤフオク。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で山田。第2球。これもストライク。バッター追い込まれました。バンデンハーフ一発目から勝ち三振を取りました。ストレートで押してくるな。レフト前に出る。掴みました。三塁はどうか。これで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。さて峰井君。第9球。チャンスビール流し打ち。直球決まってストライク。まずは見送りました。勝ち上がってんのか。第2球。投げました。ストライク。早くも追い込まれています。セカンドランナー。チームとさムードもある。欲しいな。12キロ直球。空振り三振。やられたね。二塁ま。おお、二点取られたか。この回の攻撃はラストバッターから始まります。投げた。初球ナックルカーブ空振り。そうか、今回は表の攻撃だから。ここでちょっとピッチャーの様子を見ましょう。ワンアウト取ってますね。不屈の男松田、第一打席はライアフライに倒れています。高めの際どいとこにカーブを投げてるけど。投げた。打ちました。いい当たり。ライナー破った。レフト前ヒット。クリーンヒットです。抜かれたね。松田ナイスバッティングです。バッター恐怖拡大。おお、5点か。やっぱり取られんな。先頭バッターは指名打者松田。今日はセカンドゴロ。おお、よしよし。ってか松潤が DH になってるし。投げた。これどういう基準なんだ。ワンボールワンストライク。第3球を。いや、まあ一応調子重視っていうのをあれにはしてるけどさ。三遊間ライナー破ったヒット。頑張ってくれてんね松田。いいバッティングを見せました。6回だからこれを9回にして、お、チャンス待ってきたね。しかもノーアウト1塁3塁という場面で高橋、反撃ののろしを上げろ高橋圭。お、いいんじゃんこれ。ライトの右。おお、すげえ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 。打球が転がっている。走るね、さすがに。ボールは中継。先ほどヒットを放っている山田。第9投げました。山田もね、ちょっと期待はできるからね。伸びのあるストレート。1球目ストライクから第2球。直球ストライク。際どいところを攻めてくる。バッター追い込まれました。第3球を。これは振らなくていい。打ちました。これはでも走ってきたね。どう？全然ダメだ。タッチアウト。パワフル。なおもチャンスが続いています。バッターは5番ミネイ。ここまで2打席連続三振。高橋圭の足とかだったらまあなんとかなったかもしれないけど、しかもゲッツーで終わりそうだし。スリーアウトチェンジ。なんだかんだでサクッと終わったな。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは山田。投げました。見送ったストライク。カットボールか。これはもう大丈夫だから。パープル敗れました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当にまあね、初回のところで失点が多かったのがちょっと厳しかったかな。じゃあ今日は移動日なので移動して、8月の MVP。 サイガ怒り守る。
や、ほんとこいつらは何なのっていう感じっすよね。はい、というところで、じゃあ9月に入りましたので今回はこれで終了したいと思います。また12連敗中ですね。ちょっとだいぶ負けが越してるので、ゲーム差もなんだかんだでなんだかんだで49ゲーム差まで来ちゃいましたね。後半戦に入って、9月残り1ヶ月半くらいかな、日程的には。まあ、もう少しちょっと差を詰めていきたいところですけれども、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。